お、こんばんは。とうとう11月になったな。第、62回になりました。たまらじゅっていう、わけで。もう11月に入ってね、もうあと11月いっぱい、12月いっぱい。するともう年を明けてすぐな、センター試験があるということで。またね、本当にね、いろいろと苦しい中でね、戦ってるメールが多いな。ただね、でもやっぱりそういう中で、次は俺だとかね。うん。その点数という結果にはならない中でも、自分の成長を実感してますとかね。だからもしその、今回点数がね、ほとんどまあ横ばいだったっていう話だったんだけど、でも横ばいの中でも、実際には、その、なんていうかな。こう自分の思ってる部分でしっかり伸ばせてたから、もしこれが、あの前の時ね、同じ点数を取った、あの前の時に受けてたら、多分もっと悪かったはずだから、今回は、あの点数一緒やけど、自分の成長をしっかり実感できてますとかね。うん、多い。英語8割超えましたとかさ、うん、ブログでも言っとったけどな、数学で初めて75超えたんですとか、うん、しかもな、一期やで50から75とかさ、そういうのがやっぱりこの時期にね、よく出てるっていうことで、ほんとな、ほんとお前たちよく頑張った、そんなね、うん、10月の頑張りをね、まあ、みんなでこう振り返っていこうよという第62回タマラジオってことでね、今回のおつまみは、ゼロコーラにクリントーって言ってね、かわいいような名前がクリントーって言ってさ、なんかその、お土産をね、いただいたんやけど、あのちょっとね、行った先でクリントーって言って、なんだろうこれ、うん、ちょっとよくわからないんだけど、食べてみてねって言って、とりあえず食べてみてねってなんか書いてあるね、クリントーで、すっごいこれね、もう実は袋開けてるんだけど、うまいんよ。というのがね、俺ね、硬いの大好きだね。で、あとまあほら、あのポリポリ音が出るようにポテチ系がすごいいいっつってたけど、まあ今回ほら、あの、硬いクリントーがね、あの、をいただきましたので、ぜひともね、これはみんなにも音も伝わるじゃんからいいじゃないかっていうことで。で、早速ね、行かせてもらうんだけど、クリントーって、まあぶっちゃけ言った話ね、クリントーの味はね、全くしね、うん、普通のクリントーだな、これ。で、ごまが効いててうまい。うまいよ、ほんとに。多分ね、これね、でも、コンビニとかで売ってある感じじゃないんだよね、お土産って言ってたしな。んだからまああの、みんなはなかなか食べれんかもしれんけども。もしね、あの、しかもね、どこのお土産かよく聞いてなかったよね。旅行行った先で買ってきましたみたいな。どうぞぜひみたいな感じで。あの、もらったからさ。まあでもうまい。ここでコーラをね、グビッと。うまい。今回はね、コーラはね、1.5 リットルのコーラの方、あの、ゼロコーラをね、飲んでるので、もうすでにね、コップの方にあげてるんで。プシュッという、ね、音感は出てないんやけど、まあ62回、まああの、この辺のおつまみと一緒にね、また今日もね、15分間ダラダラとラジオをやっていこうかなという、まあそういうことやけど、でもな、あの、今回またね、みんなにね、お便りを、まあの、ラジオネームちささんから、こう、前にもラジオで取り上げたんじゃなかったかな、この名前、違うかな。なんかね、うん、あの、言ってないかな。でも、ちょうどね、このね、ラジオネームちささんからが、のメールがね、この11月、12月、どっちかっていうとちょっと早いかな。12月のみんなに近いものがね、あるなと思って。で、今回ね、紹介させてもらおうかなと思うんだけど。ラジオネームちささんから。間違ってる問題は、うん、これよく聞いてるけど、どの教科もほとんどが二択に絞った方の最終的に別の方を書いてました。すっげえ、で、涙マークみたいな。手でなんか可愛い感じになんか涙拭いてるんだけど。うん、で、あと英語で並べ替えが苦手ですっていうことで、対策法がいまいちわかりませんみたいなね、話があるんだけど。まあ、英語の並び替えに関してはね、あの、どれの並び替えなんだろうな。文法系だったら、どんなになってるんだろうな。なんかね、文法だと5、6個ぐらいあるじゃん。単語が。で、2番目と、ね、5番目は何が来ますかとかさ、そんな感じの問題だったりするけど、あれ系はね、文法やってるとね、あの、見えてくるんだよね。うん。見えてくるっていうか、こいつの後には必ずこいつが来るとかね。インフロントオブ、インとフロントとオブって3つあったらさ、必ずインフロントオブでくっつくとかね。うん、そういうね、あの、必ずくっつくペアっていうのが自然と見えてくるから、俺が実際に選択問題を解いてた、解くときっていうのは、だいたい1個か2個に見えてるね。多くても3個にしか見えてない。3個の並び替えみたいに見えてるから。うん、で、3個の並び替えも、もうどう考えてもね、あの、この後にこいつしか来んやろっていう並び替えになるから、基本的に並び替えであんまり迷わないんだよね。だから、もしね、なかなか並び替えで点数が取れないというような場合は、あの、なんていうかな。まあ、その中で、その問題を、ね、多くたくさん解くべきだと思う、俺は。たくさん解いて、で、あの、これはよくペアになるなっていう、そのペアをね、あの、見つける癖。見つける練習をすればいいと思う。うん。
で、どういう風にするかって言って見るじゃん。選択肢だけ見るじゃん。で、こいつにはこれとこれとこれが入ってるって。で、実際答えペラってすぐ見て。うん、あ、ちゃんと自分の言った通りの並びになってた。やったーみたいな。そういう訓練。まあ、たくさんやってれば結構点数になると思うよ。で、俺がね、まあ、今回取り上げたのは、そこじゃなくてその前のね、間違ってる問題は、ほとんどが二択に絞って別の方書いてるんですよっていう。で、これね、12月にバリバリ起きるからね。あのね、この時期ってね、よく言う、ね、点数は、ある時、ガツンって伸びるよっていう。これ受験で、特に塾ではよく言われることなんだよね。ほんとね、11月、12月にアホみたいに点数伸びる。で、50点の、ね、数学ブログでも書いたけど、50点の子がさ、75点取りましたって言って、もうなんて、もうね、もうよしよししてやるようになった、ほんとに。うん、よくぞ頑張ったみたいなね。結構ね、メール最初に来た時とか結構落ち込んだメールが来てたよね、うん。で、今回の報告メールをもらった時にさ、もうやったーってなったからな。で、なんでね、じゃあ10月、11月、12月ぐらいになると思うけど、もうほんと英語とかも20点とかね、30点とか伸びる。俺も実際英語は一気に50点伸びたからな。本当に。90点とかね、2桁しかいかなくて、一番最高点で89点しか取ったことなかった俺が、ある時もしでバチコン伸びて137点みたいになって、もう自分の目を疑ったもんね。何この点数と思って。でね、なんでそういうことがね、急に起こるのかっていう。実際この頃ってね、結構そういう点数の伸び方をするんよ。それは、あの、勉強する範囲がね、狭くなっていくからなんよ。考えて勉強してるやつっていうのはね、考えてないやつっていうのはどんどん勉強していくから、知っていくものが多い。使った問題集が増える。ね、教科書でもやった内容がどんどん分かるようになって深くなっていく。だから広くなってるんだ。わ、勉強って大変になってきたなって。逆だもんね。それは勉強という行動する考えを持ってる奴らが持ってる考えで。逆、受験が近づくほど、どんどん勉強する範囲って狭くなっていくんよ。復習以外でっていうこと。そうよ。だってわかる。今ね、センターで7割取ってる人っていうのは、3割勉強するわけ。分かってない。自分のダメな、できてない3割を勉強しなきゃいけない。で、その人が、冬に8割まで点数が伸びましたって。実際それ、昨日、ブログのね、メッセージの方に、だからみんなが見れないから残念なんだけど、メッセージの方にくれた子なんだけど、前ね、7割だったんよ。で、その子が今回8割を取りましたっていう報告を俺にしてくれて。で、これから、またね、もっと伸ばさなきゃいけないって言ってたんだけど、その子はもっと伸びるんよ。なんでかっていうと、7割取ってた時っていうのは、残り3割分勉強しなきゃいけなかった。うん。だけど、まあ、トータルの話ね。だけど、今は、8割まで伸びたから、逆に言うと自分が分かってない部分、できてない部分、伸ばすべき部分っていうのは、2割の部分なんよ。わかるかな ?3 割、今まで勉強しなきゃいけなかった部分があったのが、2割になったっていう。うん。およそ 33% オフやね。3000円の分が2000円になったみたいなもんやからな。うん。っていうことは、今までその残った3割、できてない3割の部分に、10の勉強を当てないかんだったんやけど、いかんかったんやけど、もう残り2になったってことは、もう2に、10の時間を費やせるようになるわけじゃん。だからより、もっともっと勉強が深くできるようになっていく。で、もしこれが全体が9割ぐらいになってきたら、残り1割のためだけに全ての勉強時間を使えるんよ。だからもうバリッバリ濃くなって、で、より深い勉強ができるようになる。より納得した勉強ができるようになっていく。でね、その時に、なんていうかな、まあ、11月ぐらいとかに出るのが、これなんよね。2択まで絞れたんですって。あと、まあ、よくあるのは2択、3択も多いんだけどね。3択まで絞れたんですと。で、これじゃないなと思って、で、こっちって選んだら、実は違う方でしたっていうね。これね、結構よく経験してたと思う。うん。それはね、うん。ラジオネームちささん泣いてるけどね。で、同じような思いをね、いっぱいしてる人たちいると思うけど、これはね、相当いいことだぞ。というのがね、結局、頭が良くなっていくと、仮に5択だったとするでしょ。計算しやすいように。5択だったとすると、要するに、一番最初ね、激バカで何も分かってない状態。で、5択。うん。何も分からんから、それって勘で選ぶと、20% の確率で当たるよ。5分の1。だけど、ちょっと勉強していって、頭良くなっていくと、4択になる。4択まで絞れるようになる。4択まで絞れるようになると、25% の確率で当たるようになる。わかるかな?だから、例えば100点満点のテストで、激バカの時にやると20点を取るよ。だけど、ちょっと勉強して4割まで絞れるようになってくると、4分の1の確率で当たるわけだから、だから点数は25点になってくる。わかる?で、さらにもっともっと勉強していくと、またさらに勉強して、ね、3択まで絞れるようになってくると、3分の1、33% の確率で当たるんやから、点数は33点になるということやね。うん。で、もっともっと勉強していくと、2択まで絞れる。ね。
で、そうなると、2分の1の確率で当たるので、わかるかな？そうやで。50点。ね、50点取るようになる。そして最後。それをもっともっと勉強してくると、もうこれ以外の答えないよって、絶対答えこれって確信持って答えが書けるようになる。一択の状態ね。うん、目をつぶってても当たりますっていう。1個しかないから答えは。うん、そうなると100点になる。で、これをグラフで書いてみたらいいよ。5択から、知識を1個得て、4択にできるようになった。さらにその中からまた知識を1つ得て、3択に絞れるようになった。さらにまた知識を1つ得て、これじゃないっていうね、知識を1つ得て、2択に絞れるようになって、さらにこれじゃないっていう風に絞れるような、まあもしくは逆に言うと、これだって絞れるような知識を1つ得て、1択にできた。ね。そしたら点数はグラフにすると、ほら、こういう風になるやろって、まあ一応多分その図を出すと思うんやけど、うん、今その図がない状態でね、喋ってるから。なあ、ほら、点数がギュンって伸びてるでしょ。その状態なんよ。今むっちゃ勉強して2択まで絞れた。もっともっと勉強したら、答えの片方が違うっていうことを言えるようになってくる。そしたらね、点数がバリバリ伸びるからな。マジで。だから今2択に絞れてる問題っていうのは、丸予備軍だよ。そいつらは丸に変わる。絶対丸に変わるから。またあと2ヶ月ちょいあるんだよ。たっぷり時間あるのよ。なのに、勉強する内容はぐっと減ってるんだからな。わかる？いや、ぶっちゃけ言うと、激バカの時っていうのは、5択だったって言ったでしょ。5択だったから、逆に言うと、こいつの時っていうのは、1個の答えを探すために4つの知識がいるんよ。残りの4択が違うっていう風に言えるための理由になる知識がいるんよ。4ついるんよ、知識が。4つの知識が入ると、これじゃない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 って言うから、残りの1つが答えですよって言えるようになる。ね。だから、激バカな時っていうのは、4つ知識を入れなきゃいけない。4つの知識を入れるために時間を使ってたんよ。だけど、2択っていうことは、1個、あと1個知識を入れたら、もうこうだって言えるようになってるわけでしょ。だから4つの知識を得ないと丸にならなかった激バカな頃と違って、1個知識を入れたら丸になるっていう、その状態まで来てるんよ。だからものすごくね、今の勉強っていうのは、結果になりやすい。一歩手前まで来てる。ものすごく丸に近いぞ。だからむしろ2択3択になってるやつっていうのは、これから丸になるやつ。うん、これから正解になっていくやつだから、それすごく大事にしとけばいい。俺も現役の時数えてたからな。これな、2択に絞ってて、で、逆の方を書いたと。だから2択まで絞れてたんだよ、俺はと。だから、これ一応罰なんだけど、0.5 点とかって言ってつけてたからな。0.5 点っていうか、その三角とか言って、だからその3点の問題は 1.5 点とかって言って数えてたからな。俺自分で無視してたけど。せこいやろ、ほんと。だからあの、センター試験の漢文の最高点、俺 43.5 点取ってるとかね、自分で最高点いつもノートに書いてたんだけど、そんなん書いてた 43.5 点って、なんだこの 0.5 ってっていう。あ、これ三角のやつです、みたいな。選択問題で三角っていうね。で、それ自分ルールでやってた。でもそれは最終的には、丸に変わっていったね、本当に。まあ、なるよ。したらそうなる。で、このラジオを聞いてる他の人たちも、2択3択になってるやつがあったら、そいつらは丸になるからな。もう一声で丸になるところだからな。だから、もう一声で丸になるやつを、本番までに丸にできずに終わるのか、丸にするのかの差は、大きい。だから逆にここでがっかりするんじゃなくて、おーし、これで丸になるんやって言って、もっと勉強に力を入れるべきだと俺は思う。しかもこれからは、分かる部分がどんどん増えてきたから、復習以外の時間っていうのは、まあ確かに復習は、の時間は多くなったけどな。やったことが多くなったから。でも高速学習でやれば、どうせ一冊1時間ぐらいで終わるだろ。だから、復習に使わない時間っていうのは本当に、その分からなくなった2割、1割の部分に絞って勉強ができるんよ。うん。だ3割とか4割とかね。今60の人は4割に絞れる。だから、もっともっと点数がこれから伸びてくるからな。これでがっかりしとったり残念がっとったら、時間損するで。がっかりして点数になるんか？泣いて点数上がるんか？合格通知届くか？届かんやろ。どうやったら夢が近づくんや。勉強する以外やることないや。やったらな。もう勉強するしかないんちゃう？後悔はな、いつでもできるで。泣くのも、いつでもできる。でもな、頑張るのは今しかできん。そして頑張って、悪いことなんか一個もないやんか。頭良くなるし、頑張る癖つくし、これで自分はやれるんだって自信にもなるし、挑戦するし、やる気も燃える。そして、ここまで努力したんやからって言って、夢を簡単に諦めなくなる。いいことばっかりやんか。合格する確率も上がるし。何が悪いことあるの？なあ、それやったら精一杯。精一杯頑張っていいんちゃう。というわけでね、第62回、タマラジオもね、聞いてもらいましたけど、さ、15分ね、時間を無駄にしましたけど、時間を無駄にした日の夜は、その分精一杯頑張るということで。まあ、今日ね、この後ラジオ聞いたんですぐ寝ますなんてことは絶対言わないと思うので、まあ、この後も頑張ってくれるんじゃないかなと。まあ、俺は、頑張れとは言わないけどね。どうせ自分の夢だからな。頑張るのは自分やね。
てなわけで第62回タマラジオでした。聞いてくれてありがとうな。ほな、みんな勉強大変やけど、苦しいけど、逃げた先に答えはないね。頑張るよ、ファイトやで。